戦いに疲れた大人たちは夜バーの扉をくぐる。大人はそこで少年の心を取り戻し、メロでポエジーでファンキーでジャンバラヤな会話を楽しむ。学校バカ野郎、いつも宿題ばっか出しやがって。わかります。5時間目の体育館なし、食った後だから腹が痛いんだよ。わかります。頼んでないぞ。あちらのお客様からパイナップルの缶詰汁です。汁。永遠の学級閉鎖に。インフルエンザの注射がなくなりますように。乾杯。面白くない。あなたの遊びを極めた子供が行き着くところは大人の遊び。流しかーす。カウンターでちっこいグラスを傾けてカキピー食べてどこが楽しい。会話を楽しむなんて嘘だみゅ。下心見え見えだみゅ。くだらない駆け引きですね。世の中何事も現金で即解決ですよって大人の遊び極悪でしょ。ここはやっぱり、ここはやっぱり、ここはやっぱり、こんにちは。それじゃあこんなのはどう。それは原点回帰、シンプルイズベスト、缶をひたすらゴールまで蹴っていくという単純明快なルールが子供心にストライクだぜ。僕の体にかすかに残る子供の遺伝子がビンビンに反応しちゃってます。やっほー。赤ん坊という名の空き缶を私色というゴールに導く母性本能をくすぐる遊びだみゅ。目指すゴールは僕のうち、熱血シュートでレッツかっけり。ハイちゃん、少しばかり飛ばしすぎでは。少しはこっちのペースに合わせるみゃ。バカ太もの、男は飛ばしてなんぼのもんじゃ無教。あ、カッケン。のった、待っててね、今行きますよって。はい。ほんと旦那、これまた見事なタンコブで。やったぞー。うわもう、うわハイちゃん、お尻割れてるよ。嘘、マジ、ノーマイガード。それは元からです。あ、ホタルダメ。それでは次は僕が蹴らせていただきます。それはもう盛大に。はい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 。あ、みーちゃん、カメラ向けないでください。弁護士通してください。保釈金いくらですか。僕は未成年です。成仏してください。風の天国にいてください。この体はリサイクルします。エミちゃん、空き缶くらったあの勇気だったじゃないの。あ、これですか。グービー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 。ゴクッと爽やかげコケコーラ、全国のナザヤで絶賛発売中。コケコーラてな感じで CM です。いつもびっくらこきました。やっぱテレビを見ながらの配達は危ないでしょ。なんだ、勝手に自爆したのか。エミちゃん、テレビ見ながらだと前見えないからね。そうか、自分でどうやって見るみゃ。助かります。次はモルガキャルミュー。いやー、はい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 。ミュー。こん中からどうやって探すんだ。残念ですがゲームオーバーみたいですね。クン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 。これだよ。マジ、モロちゃんの匂いがするよ。モニちゃんたら、あんた犬かい。どうしてなんだ。ただ空き缶を蹴ってるだけなのに不思議と燃えてくるこの気持ち。こうしていると空き缶に情が送るにゃ。ガンバ空き缶。単純なものこそ奥が深いということですね。しかしなんで声にエコーがかかってるんでしょうか。うりゃー。はっ、なんだこれ好き。そりゃヒポハイちゃん、みんなあたたまんだぞ。うひょ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 う、ハイちゃん乗せて。ハイちゃん、僕たちのために犠牲になってくれたミュー。ハイちゃんに敬礼。行こうみんな、ハイちゃんのためにも諦めずにゴールを目指すんだ。そうですね、諦めないミュー。
ない二人とも。ハート突然にしてきた一般ピープルに容赦ない。ちょっと早い。さすが桜光前科です。見事な合格にっぷりだ。恐怖攻撃は満足です。そうだにゃん。二人とも、コニちゃん先に行ってください。モロたちはいいにゃ。早く秋カオコールに。アイちゃん、ナリちゃん、モロちゃん、僕は泣かないよ。ゴールに着くまで。あ、みんな、コンちゃんもう少しだ。思いっきり蹴ってください。股関節が外れたって構わないにゃ。最後はみんなで蹴ろう。ここまで来れたのはみんなのおかげだからね。コニちゃん、俺のような落語者に蹴らしてくれんのか。落語者ナンバー2です。モロは落語者ナンバー3だね。みんなが勝利者だよ。コニちゃん、せーの、ゴール。やればできるんだ。これが本当の熱血なんだ。なんという達成感。この気持ちはお金では買えません。生まれて初めて自分の力でクリアしたにゃ。みんな大げさだな。関係に最高。正解で終わり。ただいまデータを読み込み中です。もう少し待ってて。もうもう。ボーンとおはようございます。アジア、これまたまったり顔をそらげて洗濯日和気の汗でさ。今日も朝からほっこりと一石と体操第一位ゲット。ハイナーハイナーハイナー。ズバリいくです。輝かしき魔法生活のために。朝っぱらからイカ目をこのアチベと誰からでさ。そんなの、こいつはイカの方の国のイカ手紙でさ。ズコッと届けたから新聞元で。よっても乾かぬ力、イカ迷惑にもかかわらず届けてくれてありがとうでさ。いえいえ、どういたしまして。生臭みでちょっと栗の花にも似た匂いを放つ傘ブズちゃん。で、ポンカツアゴロボットこっちって誰からでさ。パパでさ。手紙でナスルメイカが届いたのはいいけど、何も書いてないでこれをどうするんだったっけ。確か水をかけるとふやけた血が出ない。それともかすったら濃いめの白い液体とともに出ない。はだーって読めないです。何が書いてあるのかわからんです。スルメは足の裏がちょっと臭いです。パパ、スルメは人間界に染まっていった手紙の読み方を忘れてしまったけど、ヒントプリーズけど。あぶって、そうだったけど、スルメったらおバカさん、早速あぶるけど。剃ってるけど、めっちゃ剃ってるけど、実は字なんか出ないけど、演出が手を抜いたけど、でも読めるけど。もういいけど、スポットライトオン。ディア、愛しい愛しいスルメや、お前も人間界に行って早18話、そろそろイカ魔法の国の女王に即位する時が来た。そのためのイベント、ポッポイカシャバダバ愛の大海原フェスティバルの日程が決まった。そろそろ修行を切り上げて帰ってこないか。ところで孫の家どこにあるのかいな。とうとうこの日が来てしまったけど、もう18話も過ぎてしまったけど、でもまだスルメにはやり残したことがあるんです。パパ、スルメは最後の使命を果たします。オッケー。ちょっと視線が痛いけど、それはどんまいけど、今も昔も魔法少女ゲナお話の最終回といえば、みんなとの楽しい思い出の記憶を消し、お別れするものと相場が決まってるけど、イカ涙ポロリポロリけど、でもスルメはイカ魔法のプリンセス、頑張らなきゃダメけど。みんなの妄想をやったんで無計画、それでも行動無差別魔法しないでさ。それは人生で最大の魔法を使うけさ。ああ、運命って残酷けさ。頭が悪げなチビと丸好きなりきんやろうと、なんか勘違いしてるツルベタ女の恥かき3人組が来てしまったけさ。なってやっぱかわいそうじゃないけさ。心置きなくやるけさ。検索検索モンゴイカ、ゲサゲサを気づけ寿司のネタ。次回よ、止まれ。さっさと思い出消すけさ。これ、おかしいぞ。の、これすごか。で、スルメとの思い出がねえけど、こうなったら無差別ゲネを思い出させるけど。どけそどけそどけそ、これで全開けそ。
あんま絡んだことない奴らだったような。このままだと話続かん。ゲソゲソ大丈夫。ゲソ時間を止めてるのにどうして動けるゲソ。主役ですから。なんか後ろで演出が睨んでるからこれ以上突っ込まねえゲソ。ということでスルメの優秀な美を飾るためにも思い出してケロ。いいけど、うがっ。ケーキ屋さんできたの行かない。行く行く。任せて。失敗です。今度はこいつらに検索パワーでゲット。はいはい、こんちゃん T シャツ販売中。やばいゲット、本当に帰れなくなるゲット。いたしおりくでゲット。ゲット、もうダメゲット。このままじゃ帰れないゲット。教えてパパ、スルメをどうすればいいゲット。ただいまパパは留守中です。ピーとなったらメッセージを入れてくれないか。ピーゲソ、可愛げな子犬ゲソ、慰めてくれるゲソ。って子犬さんいっぱい。うわ、噛まれてるゲソ、食されてるゲソ、ヤッグ、早くなって何気に痛いゲソ、みんなゲソ。はぁ、もう打ち切れたゲソ、アレル海産物ゲソ、スルメはピチピチの17歳ゲソ、もう許さねえゲソ、奴らのノーズに消えねえトラウマ埋め込むゲソ。ぬわはぁ、モンゴイカーゲソゲソを気づけ寿司の中、巨大スルメになるゲソ。わくまいだしてるぞ。もう切れましたね。そうか、街に向かってるみゃ。こら、イカ娘アホ、そっち行くな。具体だけ大きくなって脳みそ大きくなってないようですね。突然解散没みゃ。またまた今はお前ら他人で悪いけど。ノア、ごめんなさい。やめるの。これ以上はもうやめるの。僕は君と戦いたくない。でもこれ以上やるなら僕は君と戦う。あっはは、笑っちゃうゲソって笑いすぎてイカメソ痛いゲソと見せかけて不意打ちゲソ。うわー、弱いゲソ。このままだと主役はスルメゲソ変えるのやめようかな。ゲソって、これでスルメが負けですわ。ごめんなさいコニちゃん。スルメはみんなの思い出に残りたかっただけゲソだから。いいんだよ、お兄ちゃん。これでいい思い出ができたね。許してくれるゲソ。すぐコマンドも出すんだよ。残り時間少ないからって許されませんよ。出番激少ないみょ。スルメ、女王にはなれないかもしれないけど、それ以上に大切げなもの手に入れた気がするゲソ。イカマをしけ。ありがとう、コニちゃん。これで心置きなくイカ魔法の国に帰れるゲソ。検索文語でイカ。それじゃあ行くゲソ。スルメちゃん、さようならコニちゃん、さようなら人間界、ついでにさようならアホガキ3人組。僕なー、つうわけで、しっきりさっぱりさようなら。東の剣は突っ込まないでね。行っちゃったね。うん、あーで、なんでここにいるっつうか、偉い人生の大王。いや、それがですな、闇のパープルという裏付けに作れる男たちにイカ魔法の国を乗っ取られちゃった。へへ、へへじゃねえだろ。嘘ゲソ。いや、マジで。そうわけで、これからもよろしく。やれやれだぎゃ。ただいまデータを読み込み中です。もう少し待ってても。もうもうもう、ほにょっとこんにちは。毎度おなじみのみんなのアイドルラブリーよ。今回は教育アニメシリーズ第2弾イソップ童話です。なんてことはどうでもよくって。どうでもいいんかい。なんだか久々のプリプリ&色っぺー姿にちょっとドキドキって感じ。あー、これでまたファンが増えちまうわ。ラブコマンチャー、ティスカとカーン戦いなんだ。とうとう落ちるところまで落ちちゃいました。なぜにアリンコ、どうしてアリンコ。女の子に肉体労働は辛いミュー。お腹減ったの。全体止まれ、荷物をまとめて小休止じゃ。小休止、小休止、あり。疲れたひもじい、暑すぎて熱血できません。なぜに僕がこんな労働。肌ボロボロだミュー。お腹も空きました。
事。そういえば今日はザ・キリギリースのライブの日だったの。ザ・キリギリースといえばダストすべてミリオンセーラーの超人気ロックバンドじゃないですかって、むっちゃ説明的なセリフですが。うわぁ羨ましいね、ザ・キリギリース。歌って踊って可愛い女の子がワンサカで、しかも小銭がガッポガッポ。俺もモテモテになりたいぜ。それだけじゃありません。お金がザクザク手に入ってピカピカ光る丸毛なものがドッサドッサ。あー、僕もピカピカの丸毛なものが欲しい。それだけじゃないミュー。テレビや雑誌に出まくって目立ちまくりのやりたい放題だミュー。モロも有名になってゴージャス&スイートな玉の腰に乗りたいミュー。で、コンちゃんは。僕はね、お腹減ったの。ああ、ん、なんだろう。来たれ明日のミュージシャン虫バンドコンテスト参加者大募集。これですよこれ。俺たちもバンドデビューしようぜ。でもってザ・キリギリスみたいにモテモテあったウハウハな成り上がり人生をゲット。僕は世界中の光り輝く丸毛なものを全て買い占めます。玉の腰&スキャンダルでワイドショーの話題を独占するミュー。よっしゃ、そうと決まった。特訓開始だ。目指せバンドデビュー。お腹減ったの。ダンスダンスダンス、ほにゃーっとほにゃっとほにゃっとほにゃっと。でも今日は気分がいいのでどっち来ますね。というわけでバンドデビューのためのその1、歌の特訓を開始します。ワン、ツー、アワン、ツー、スリー、フォー。ありはありでもイエーイ、一味違うぜ。ワン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 、担いで運んで汗をかく。ヘイ、年中無休で筋肉さ。何か違う。全然乗れません。鼻が荒れない。お腹も膨れません。仕方ありません。歌は後にして先に担当する楽器を決めましょう。キャラ的に僕はベース。じゃあ俺はギターをやるぜ。モロはキーボードだミュー。それじゃあ僕はドラム。では早速音合わせといってみましょう。ワン、ツー、あ、ワン、ツー、スリー、フォー。ピャー、なんか良さげな感じだぜ。珍しく息があったミュー。では本物の楽器を買いに行きましょう。あー、でも僕お金持ってないよ。だったら歌も楽器も後回しにして振り付けの練習をするミュー。ワン、ツー、あ、ワン、ツー、スリー、フォー、セクシー、セクシー、あはは、よっからせーので、どっこいしょ。どこがセクシーなんだ。労働ポーズが体に染み込んでしまった。日々の労働が憎いミュー。こうなったらコンちゃんの不思議パワーだけが頼りだぜ。そう言われましても。コニちゃんどうしたの。だってアリだし。そんな、そこをなんとかしちゃうのがコニちゃんなのでは。どうしちゃったミュー。いつものコニちゃんじゃないミュー。自分アリですから。吹けば飛ぶような哀れで弱い不器用なアリンコですから。イジイジ、めっちゃ後ろ向き。なんかもうダメダメっす。アリは所詮アリなんですね。バンドなんてできるわけなかったみゃ。それは違うよみんな。コニちゃん、確かに僕たちには売れ線の歌も生かす楽器もノリノリの振り付けもない。でも僕たちには誰にも負けない力がある。誰にも負けない力。それは心の力です。心の力。デビューしたい、モテモテになりたい、丸毛なものが欲しい、玉の腰に乗りたい、お腹いっぱい食べたい。その純粋な気持ちを歌に込めればきっと奇跡は起こるのです。燃えてる、コリちゃんが燃えてるね。なんかもう心にずっと響きます。そうだ、諦めない心が奇跡を生むんだ。それよりなんでいきなりテンション上がったんだぎゃ。だから食料が半日がかりで集めたのに誰が食したのさ。だから超遠慮よ。ああ、なるほどね。ってそれやっちゃダメだぎゃ。イエップ。それからどうしたの。心です。祝福の笛が鳴ってる。僕たちの新たな人生の始まりを告げる笛の音。幸せがモロたちを待ってるミュ。でもなんで金じゃなくて笛なんだろう。そういえば、終了終了、休憩終了じゃ。夢
だったのね。いいんです、もういいんです。笑いたければ笑ってください。生まれたせがみはならんに。お腹減ったの。ソーラー、ピシッと働かんか。いいっす。じゃーん、今回の曲、アリンコは所詮アリンコ。無駄な努力は報わりましぇ。てな感じでホニョッとバイビー。ラララお花畑。こんなスクイングないこと言ってるか。いや、やだ、なんじゃこりゃ。いや、いただきます。に質問のコーナー。名古屋市にお住まいのペンネームインちゃん、8歳からのお手紙なの。 IT 革命における将来最も有望な端末とインフラは何ですか。ところで次回のドットコインちゃんは見てる通りの3本です。質問がよくわからないので今回はパス。